選手に話を聞いたんですけれども、僕こんなに調子がいいっていうこと今まであったでしょうかって言っていました。もう運も味方につけて、もちろん実力もあるドライバーなんですけれども、ニューローレーサープロジェクトが効いたっていうふうにおっしゃっていました。さあ関雄星もセカンドグリッドからです。ボールは落ち合いセカンド関、さあどんなスタートになってくるでしょうか。シニアマックスプレファイナル A グループスタートは切られました。先頭は落合です。2番手に坂井がついていった。そして3番手には関が行ったか。そして3コーナーから4コーナーへとアプローチをしています。先頭落合です。坂井がついていきます。関3番手、4番手につけていますのが林隆起、5番手には土下弘明、6番手につけていますのは石部聖太郎、8番グリッドからの石部です。そしてタコツバではここでの抜き合いは上位陣の方ではあまり動きませんでしたが、一斉が飛び出してしまった。小山田か、カーナンバー8番をつけます。小山田が一斉タコツバ立ち上がり少し飛び出してしまいました。コースには戻っています。最終セクションから立ち上がってまいります。ホームストレート先頭はボールからの落合です。2番手の坂井隆太郎、マックスのレースというのは経験したことがなかったようです。先日の GTR によりまして101勝目を飾っています坂井隆太郎。そしてその後ろは動いてきました。どうしたか、5コーナー飛び込んでまいりまして4番手に浮上、石部もついていきまして、この仕掛けをと接触、林は今コントロールを失ってしまって、それによっての接触だったと思われます。林順位を落としてしまいました林隆起です。そして上位から見ていきますと、中盤あたりでは今井上隆太が前を行きます森田を捉えていきましてポジションを上げています。バックストレートでした。上位から見ていきますと先頭が落ち合い、2番手坂井、3番手に関、4番手には土下、5番手には石部、6番手には富田蓮、7番手には田辺隆起、8番手に井上隆太、9番手には森田心、10番手に白鳥となっています。最も接近しているのが4番手争いでしょうか。土下と石部のこの2台が4番手争いです。その後ろもですね、呪術つなぎになっていますよね。富田蓮を先頭にしました4台の集団は現在は6番手集団となっています。富田の後ろピタッとつけた状態でカーナンバー20番、去年まではジュニアを走っていました田辺隆起です。田辺隆起の後ろには井上隆太、着陸速さもありましてポールからのスタートもありました。その井上隆太の後ろには森田心、レースウィークではもう他のドライバーに全然ついていくことができなかったという状態からここまで運んできました。さあ動いてくるのはその前が動いてきました。井上隆太が一つポジションを上げまして田辺を捉えていきました。先頭を走ります落合なんですがペースが45秒6なんですね。でそれを上回ることコンマ2秒で土下弘明が45秒411を記録しているんです。4番手を走ります土下弘明です。前の集団に追いついていきそうな感じですよね。第一集団が5台となりました。先頭の落合45秒6タイトつけた状態になっています。坂井も同じぐらいのタイムになっています。45秒6です。その後ろが若干速く関雄星、そして45秒4の土下、一周にわたって土下弘明がファーストストを更新45秒3です。でそのタイムに匹敵するぐらい、いや上回ってきました。小山田隼人が45秒344ファーストストを記録しています。オープニングラップで鎖骨に飛び出してしまったことがなければもう少し上の順位にいたということなんですが、その小山田ペースが上がってきました。さあ先頭は落合、2番手坂井、3番手に関、4番手の土下はこのバックストレートではしっかりと関が防いでいきますので動くことはできません。4番手土下、その後ろに5番手第一集団の後ろにつけてます石部聡太郎です。現在は4周終了5周目に入、いやこれで戻ってきて5周終了6周目に入りました。残り周回2周になるまでまだ4分ありますが、動いてくるのはどうしたひろあき。この周回で2コーナー入りました。ポンと入りましてどうしたひろあき3番手に上がります。もともとは追い待つやつだや APG での SS の王者でした。うまさを持っています。どうしたひろあき、もっと全日本に出ても勝利を飾ったりと、そんな活躍を見せますどうしたですが、さあ現在は2番手に上がってきた。そしてちょっと苦しみ出したのが関雄星、まだ周回残っているんですけれども、
この段階でバックストレートでも守りのライン、そして最終セクション後ろから来る石部に捉えられました。石油製ペースが確かに、他のドライバーが45秒の前半に入り始めているのに、石油学生がちょっと遅れてるか。45秒後半、または今これは、ね、バトルもありましたけれども、非常にマッチしていくのが難しくなってきているか。さあこれでロシタ・ヒロアキがこの周回では2番手に上がりまして、酒井を捉えていきました。先頭が落ち合い、2番手にはロシタ、3番手には酒井雄太郎です。4番手には石部翔太郎、5番手には関雄星です。まだレースは中盤、その後ろ6番手には井上龍太がいまして、井上龍太の後ろにつけていますのが田辺龍樹、その後ろに富田蓮となっています。ホームストレートに戻りました。残り周回はまだ分かりません。今7周終了、8周目に入りました。先頭の落ち合い、レース的には後ろのドライバーよりもやや劣るタイムは45秒6です。土平博明がペースいいですね、45秒4です。トップ争いはこれでしてくるかどうかはちょっと読めません。変えるのではないかなというような感覚があります。というのは後ろからの来るドライバーたちが追いついてしまうとバトルがしにくくなるからということを考えるのではないかなと思うからです。先頭を走りますのは落合、2番手には土下、3番手には酒井龍太郎がつけています。最終コーナーから立ち上がります。ホームストレート、これで8周終了、9周目に入りました。残り2周になるまで1分47秒です。レースを見てみますと落合に自己ベストのタイムが刻まれました、45秒521。2番手のドシタは確かにそれよりもコンマ1秒早いんですが、早い段階でバトルとなるよりは独走になるかもしれないので、まだちょっと残り周回数周ありますけれども、ドシタが仕掛けていくのかな。バックストレートへと動いてきたドシタ、若干ロックギリギリでしたけれども、ドシタ前に出てまいりました。立ち上がり、ここは後ろからの12コーナーでのクロスラインもしっかりと防いだ状態で戻ってきます。ホームストレート、トップが変わってドシタ・ヒロアキが先頭です。そしたら先頭、2番手に落ち合い、さあ落ち合いが戻ってきた、1コーナーから2コーナー、水波、スリップがきつます。そういったところもありまして、トップ逃げられないんです。さあ落ち合いが入ってきた、そして5コーナーではどうしたが戻ってきます。先頭はどうした、2番手に落ち合い、後ろも追いついて5台の集団です。先頭はどうした、2番手に落ち合い、レオン鎖骨場から立ち上がってくる、3番手につけていますのがこちらは石部翔太郎です。上がってきました。石部、4番手には酒井龍太郎、敵優勢は10コーナー、インドはアウト側からは井上龍太、その後ろの2台も追いついてまいりました。2番手争いは12コーナー立ち上がりのところで石部が若干ノーズ入れましたけれども、ここは振り切っていきます。先頭集団富田蓮まで含めまして残り時間は残り周回3周になります。残り周回は3周でしょう。先頭行きますのは落合です。2番手にはどうした、3番手のどうだ、そこまで坂ですがトップが動いてくる、5コーナー飛び込んできた土下博明です。さあこれで落ち合いは2番手にドロップをしてしまった。どうするか、上位に行った言葉では動きませんが、立ち上がり勝負にかけていったドライバーもいます。後ろの集団がもうこれで完全に追いついた、前のペースが上がりません。先頭の土下博明、さあバックストレートエンド、大集団での戻ってきて残り周回2周になります。絡み合いそうな、もう本当にギリギリのところです。12コーナーから立ち上がってくる、ホームストレートに戻りました。ドシタが先頭、2番手落ち合い、残り周回2周です。残り周回2周、こちら2コーナーしっかりと守る、このディフェンスをしっかりとキープすることができるんでしょうか、ドシタ博明。そしてここを突破できるのは一体誰になるのか。酒井龍太郎が5コーナーで動いてくる、一体大きく払ってしまったのは石部です。戻れるか。そして先頭集団の方はタコツボです。立ち上がってくる、立ち上がり勝負にかけていくのはこの白のスーツは関雄星か。立ち上がってくる、今2番手に上がったのはカーナンバー27番をつけます関雄星、復活してきました関。2番手に上がる、先頭はどうした、2番手には関、3番手には落合亮、4番手に酒井龍太郎、戻ってくると残り周回1周のファイナルラップに入ります。クリアマックス A グループ、さあ最後の1周の戦い、最後はどうした、先頭で戻ってくる、
コーナーから2コーナーにかけて大外刈りを成功させてきた。2コーナー大外刈り関雄星先頭に立った。関雄星が先頭に立つも5コーナーすぐに戻す。ベッタ広内が先頭に立った。うわ3ワイドになっている。タコツボは誰が進むか。立ち上がってきます。先頭のベッタはもちろんタコツボを守ります。落ち合い量はここを突破することができるか。現在2番手が落ち合いです。ナンバー10酒井龍太郎バックストレートをみんなインドラインから落ち合いを外に振った。2台が接触、接触したが順位は変わらない。先頭はベッタ2番手の落ち合いは速度伸びないので苦しい。酒井は後ろに下がってまだ長くなりました。これで戻ってきました。トップセッターはどうした広内。2番手落ち合い3番手に上がってきました。カーナンバー20番田辺隆史、4番手に酒井龍太郎、5番手に関雄星。